感覚、なんか病気したことある？いや、入院するほどの何か病気はない、はいはい、ただ小さい時によく熱が出てたっていうのは。はいはい、まあ熱はいいけど、これ理解できないかな。これがわかんないとね、はい、やりようがないんじゃない。あ、あの、木ってあんまりわかんないでしょ、気候の木。人の感覚。ああ、ま、昔から、前から興味というか。はい、興味はあるけど。そうですね、あまり、それを、だから、今からやることは感覚の領域に入るんですよね。はい、はい。だから、その感覚がわからないと、例えば足し算がわからないのと同じに、足し算がわからなきゃ足し算ができないのと同じに、これで感覚がわかんねえと、ちょっと無理だな。ああ、はい。うん。だからね、どうしたらいいかな。一応先生が、はい、あの、言ってたあの、丹田のところに、はい。まあ、4時間何かを刺したら、はい。しばらく、数日はやってました。今日はちょっとやってないんですけど。はい。マスタリーとか、まあ、そんなりにして。これ、こうやっても何にも感じない。それとも、例えばね、じゃあいいかい？はい。こうやって体が後ろに押される感覚ある？少しこう、はい。少し押されるような。画面が動くので、押された感じはします。うん。で、体を後ろに押されるって、ぐーっていく。これわかるかな？うん。押されるような気持ちにはならない。うん。画面がこう動くのになって。じゃあ、これでお腹のとこ丹田開いてたら暖かくならない？何にもならないからダメかな？ああ。なんか、あの、神崎先生の、あの、はい。TikTok を見たときに、はい。最初、なんかちょっと、仕事の書き物をしながらしてたんですけど、その時にお腹があったかいなって感じ、あったかいなって感じたような時が、はい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 。一番最初の時ですね。はいはいはい。それがないと。ない。で、これでね、ふわーっとしたら、あったかいっていうのは分かる人は、丹田からエネルギー入れば、体中回るんだけど、今はほら、あなたの感覚がそこまで行ってないから、これやりようがないわ。ああ。神崎先生。はい。あの、万が一、う神崎先生、私が東京にいて、はい。いたとしてます。はい。で、神崎先生に会ったらまた違うんですかね、やっぱ。そうだね、あの、針やらせてくれ、簡単なんで。だから多分ね、あなたの気血が閉じちゃってるんです、どっか。ああ。体、具合悪いことはないでしょ？は、ないです、すごくは。はい、はい、はい。ちょっと、あの、かゆいところが。あんま、かゆいのは、そりゃいいけど。足冷えてない？足は今ちょっと、あの、その崩した、黄色い崩したが、ちょっと、なんですかね、あれが。はい。夏用なので、はい、足が欲しいから足は冷えてはいます。うん。足を温めて、はい。そうだな。あなたのとこどこなの場所は？鹿児島。うわ、ちょっと遠すぎるな。本当はですね、先生のとこに、うん。行きたいと思っていたんですよね。うん、うん。鹿児島、ちょっと遠すぎちゃうね。じゃ、あの、行きたい、行こうと思う。思ってんのはいいけど、周りに針屋さんないですか？針屋さんは誰かいらっしゃるとは思います。はい。それで一回あれだね、気血整えてもらうといいかもしれない。ああ、気血。はい。だから、こうやってもね、感覚がないから、これどうにもこうにも。ちょっとでもほら、わかるとか、それだったらそっから入れるんだけど。うん。
じゃあね、いいですか。はい。こうやろう。手をこう握って。はい。で、体をガーッと丸めてみな。丹田閉じてる状態にして。で、内圧を強くするの。ガーッと中で膨らますの、体を。はい、そうすると、どっか穴開いてるとしたら、シューってガスが抜けるとこあるから。椅子に降りてやってみます。やってみな、そうしたらどうかな。先生、あんまりわからないですね。わかんねえかな。じゃあね。自分でやってみてはしたんですけどね。じゃあいいかい、はい、外部オーラってわかるよね。わかります、はい。じゃあ、オーラの周りからこう木入れるよ。はい。これでどっかぬーっとするとかぬーっとかあったかいとこない？スーって中に入る感じのとこ。どうかな？これで全部あなたの外部オーラの周りにぐーっと圧力かけてるけど、はい、何も感じない。穴が開いてスーッと入るような感じ。あったかい。おはようが。わからない？わからないです。はい。じゃあね、こうやっていくんない？はい。はい。で、ここのとこをね、この外部オーラを切るときどうするかって、さっとこう、これで刀でさっと切るみたいにやっていくない？あ、はい。いいよ。もう一回それでいいよ。はい、それで切れたから、いいかい？そこ、それでいい。もういいですよ。その手からなんか温かいものが入るような感じしない？右手でしょ？やったの。うん、そうですね。最初左手だったです。うん。けど、右手もやってみました。いや。これでなんか手からなんかぬるあったかいとかチクチクする感じしない？ちょっとわからないですね、やっぱり。これ、どうやろうかな。じゃあね、ここ、アジナっていう穴があるから、ここ。はい、アジナ、はい。ここのとこに、はい、いいかい？ここに意識を置いて。意識を、自分の頭にですね。ここ、ここ、第三の目、アジナ、アジナチャクラがあるから。はい。いいかい？はい。はい。そこに、エネルギー入れるよ。先生、目を閉じてたの？あ、閉じてるの、どっちでもいい。目つぶっててもいいかい？どうですか？わからない？どうしたらいいかな。あのね、多分ね、はい、あなたの感覚で人を寄せ付けない感覚があるでしょ、あなたの中に。だから、例えばね、こう、はい、誰でもいいよ、仲良くなろうっていう感覚と、はい、ん、はい、こいつ嫌だな、グッっていうバリアを張る感覚っていうのは強いでしょ。直感が与えたらそう思いながらしてるのはあるかもしれません。で、はい、絶えずバリア張ってない。あ、ですね。もしかしたら
実行しながら貼ってるかもしれません。うん、ちょっとだからね、私が入り込めないの、中に。ああ、はい。だからあなたは自分で絶えずこう、入れない入れないって頑張ってるわけ。ああ。だから普通はこれで入り込めんの。で、外部オーラも自分でバリアを作っちゃって、穴開けない穴開けないっていう感覚になってるわけ。ああ、はい。だからこうやってね、こうピッてこうやってこれで切れるんですよ。うんってこれで。それやってもここが切れないっていうことは、かなり厚いバリア張ってるわけ。ああ。だから、人を寄せ付けない感覚ってない？ああ。あるかも。あの、昔は、うん。僕にあったかもしれない。今はあんまりないとは思ってます。いや、昔のあれが、名残があるんだ。はい。だからね、残念だ。入っていけねえんだよ。こう、いろんなとこからやってても。こう、普通だったら入れるんですよ、どこ。ああ。じゃあ、いいか、足意識して。両足。はい。はい、足の先から入るよ。はい。これ、足の先に、オーラじゃない、気を送ってるんだよ、こうやってね、感覚で。はい。これ、わからないでしょ。足に一生懸命送ってるけど。どうかな？わかるような、わからないような。はい。やっぱね、自分が強いんだ。ああ。だからあんまり悪いこと起きないでしょ。これと言って悪いこと起きないでしょ。危ねえなっていうことはあなた起きないよ、多分。自分の防御がすごい強いから。だから、要するに少しオープンにする考えを持つと、オープンに考えする。はい。だから仕事も固定した仕事にはまっちゃって、それ以外はいいやっていう感覚ない？あると思います。はい。だから、仕事も、こう、決められたとこ以外はやりたくねえとか、そういう感覚ない？まあ、あります、あります。はい、あります。で 職人さんって特にそうなんだよね。うん。だからそれをオープンにして、いいよ、はい、誰でも受けてあげるよっていうオープンにしたとき、おそらく気がわかるんじゃないかな。ああ。だからね、私のページわかる？あの YouTube の。YouTube 見てます。はい、先生の。はい、見てます。あれ、今日もあげたけど、全部見てみ、何回も何回も。はい。そうすると、病気っていうのはどうして起こると、人の感情というのはどういうふうにしたらいいかって全部あれ書いてあるから。書いてあるっていうか、こう、今まで100人ぐらい治療したけど、その人のピックアップして載せてるんですよ。ああ、はい。だから、あれを何回も何回も、聞いてると、あ、人間っていうか、自分はどうしたらいいのかって分かってくる。ああ、はい。そうしないと、私の力はかなり強い力で言ってるんですよ、こうやってあなたに。はい。だって、普通の人こうやるだけで体は柔らかくなっちゃう。ところがあなたがならないっていうのはね、あなたの中がものすごくガチッと防御しちゃってるの。ああ、はい。普通はこれ10分もやら感覚がわかるようになるんですよ。ああ、これいいとか悪いとかじゃないんだよ。はい。だからあなた自体は自分を守る力がものすごく強いの。ああ、はい。だから、反面気も分かんなくなっちゃう。だから少しパージーにしていい加減にするわけ。いい加減に、ああ、うん、はい。例えば仕事だって決められたら絶対やるっていう信念でやってるでしょ。はい。だからその、自分の中で固定観念を持ったら速攻絶対負けんの嫌なの。それをいい加減にしちゃうと、本当は良くないんだけど、こう、いろんなもんがこう入ってくるから。ああ、はい。友達も、ある程度の人間以外は、広がっていかない。限定されちゃうわけ。自分が守るから。はい。いいやつには、いいやつにはいいんだけど、こう、一般的なものに対して、ぐっと構えちゃう。ああ。だって、あなたは僕を絶対構えないんですよ。ああ。それが入らないっていうことは、
ガバッて構えてんの。だけど、あなたは僕を構えないけど、ガバッていう構える心があるから、入らないの。だからこれ3回ぐらい話してるとまた違うと思うけど、だから私の出てる動画を、動画っていうかあの声を何回も何回も聞いてると、はい、体が柔らかくなってくる。ああ、わかりました。もう、ある程度、あの、ここ最近はちょっと見てないですけど、ずっと、あの、見えるのは見てましたですね。はい。それやってみな。そうすると、自分の中ですごくリラックスするから、お客っていうか、周りが変わる。うん、ああ、はい。あのね、人を変えようと思っても変わらないの。はい。自分が変わると周りが変わるから。はい。あなたはどっちかというと、ぐっと守るタイプなんでね。ああ。だからね、あの、はい、これといって悪いことはおそらく起きないでしょ。起きる前にぐっとやめちゃうから。ああ。自分で本能的に分かってる。これやっていけない、あれやっていけない。それが強いから余計体を守っちゃう。ああ。っていうことはあなたになんか弱い弱点がある。ああ。それを見せたくないから守っちゃう。よーく考えてみな、その弱点が、1たす1は2っていう弱点があったら、4にしちゃうわけ、それを。あ、はい。そうすると、な、4なんてないよ、それ間違いだよって入ってくるから。相手が。わかりますよね。はい。だから、もうちょっと僕のページっていうか、あれを見て、はい。で、自分で工夫してこうやってみな。そうすると、僕が言うことが、スッと入れるから。まず、基本は丹田なの。丹田開けて、エネルギーが入らないと、もう、やりようがないの、これ。ああ。それか、外部から、外部オーラの穴が開いてるとか入れる。それでも入らないと、もう、ほら、気がわからないから、これ、気をコントロールすることで、気がわからなかったら、次のステップいけないんだよ。それで、意外とね、あなた自分っていうのは分かってないかもしれないよ。ああ、はい。だから、自分が分からないから、親星、子星、これ分かりますよね。あなたは、黄色だから、八白土星、なんだっけ時刻五五土星って言われて、ね。あ、じゃあ五土星でね。五土星っていうのはすごく自我が強いんですよ。自分を守ることがすごい強いの。だから、それで、意外と自分っていうのが分かってないかもしれない。で、自分が分からないから、上の親星、子星がなくなっちゃうわけ。そう、自分一人になって、自分が分かってないから、気が流れないの。これは気なんです。気が流れるっていうのは、自分を主にして、親と子が下につくと気が流れるんです。親から自分、それから子供、子供から親に流れて、親から自分、それから子供、そのぐるぐるの、その、なんていうか、ループがあなたはできてないの。ああ。いや、悪いとかいいんじゃないの。もちろんそんなことは作らなくても、三次元では生活はできるんだけど、これは感覚の世界なの。はい、木の世界は感覚なんですよ。はい。っていうことは、木が流れないと、なんていうかな、うん、もう話にならない。だから、黄色をね、黄色、上から下まで黄色、巻き木。それで、寝るとこも、巻き木の中に潜り込んでみな。一週間やってみな。そうすると、親星、子星ができてくる。それなぜかっていうと、自分っていう色が確実に分かることによって、自分が取り戻せるわけ。わかりますよね。そう、自分が分かると、親も分かるわけ。子供も分かるわけ。そうすると、親から子供に、自分に流れて子供に流れる。それが還元してまた親に来る。このサイクルが、自分が亡くなっちゃったから、いや、今、実際問題は3次元で言いますよ。だけど、心の中の自分がどっか行ってるわけ。空洞になってるから、ほら。こう、流れてく、ないから、上も亡くなっちゃう、下も亡くなっちゃう。だから、ただ空間にあるだけ。だから、木の空間、だからほら、木っていうのは、上と下があってこう流れるから。はい。それが自分の中で空洞が空いてるから、上ない、下ないから、これが入っていかないの。ああ。
だから、病気じゃないんだよ。三次元でそんなことは必要ないんだよ。四次元的な感覚の中だと、入れないんですよ。私は誰でも入れる、普通は。私が入れないということは、よっぽどそこの信念っていうのが、がっちりしてるか、まるでないか、どっちか。だから、これを戻すには、原点に戻るってことは、自分の色を確実に守るんじゃないけど、その中に入り込むわけ。だから、例えば滝漁と同じ。滝でこう、ガーって水打たれるでしょ。冷たさの中に入っていくわけ。はい。いいかい？普通じゃあんな冷たいことはないわけ。ところが、その冷たい中に入っていくと、いや、冷たいんだ、自分の体は冷たいんだと、自分を自覚するわけ。わかりますね。そうすることによって自分が分かり出す。そうすると分かった時にポワーって暖かくなる、体が。だから滝行は震えてるけど、中に入り込むともう暖かくて暖かくてどうしようもないぐらいなの。ああ、そうなんですね。それは自分が分かるからなんです。自分が分からないから冷たい方向に行っちゃうんですよ。だから、滝行なんてやな、あんなことやらなくていいから、黄色を、巻き木を全部巻き木。上から下まで全部巻き木。布団の中も巻き木に、その中潜り込むの。で、自分の色を、よーく体で、私は黄色、私は黄色ってなってると、あれ、私は黄色って自分が取り戻せる。そうすることによって、親と子供ができてくる。親母子、子母子が今あなたの中ないんですよ。じゃあその実験をしてみましょうか。まず、黄色どっかなんかないか。黄色は、いろいろ、私の洋服も。あ、いいですよ。じゃあ、そこにね、緑かなんかいいし、緑かなんかない。あ、緑色。あ、うん。一応、緑のここ。あ、それでいい。それを遠くに置いて。手で持って遠くに。はい。いいかい？その時どういう感じしてる？嫌じゃないでしょ？まあ、あんまり、はい。遠くだと、本当は緑は大嫌いなの。持ちたくないの。あ、それを近づけてみな、嫌な感じになる？ここ、胸のとこまで。何にも感じない？うん、それもあんま感じ、わかんないですね。それはなぜかわかる？自分がないんだよ。ああ、はい。緑っていうのは大嫌いなの。ああ。それを自分のところに近づけて感じないっていうことは自分がないんです。ああ。だから、今着ててもまやかしの黄色なんです。真の黄色を着てないんですよ。それはどうしたらいいかって言うと、上から下まで巻き木。それで一週間いると、体が反応するんですよ。じゃあ赤持ってください。赤色。赤色。何でもいい。ボールペンでもな、小さいもん何でもいい。ありました。あった？うん、あります。はい。赤持って、こう、赤手で持って。こっち顔見して。いや、何でもいいし、小さくたって大きさ。はい。それ持ったときどんな感じ？なんか、赤があんまりこう好きじゃないですね。なんかあんまり。はい？あんまり、赤色があんまり好きじゃない感じがする。じゃあ頭をこう擦ってみな。どんな感じ？わからないです。何も感じないでしょ？はい。それなぜ感じないかわかります？本当は赤は親星なんですよ。はい。親が頭撫でてるんですよ。ああ。だけどそれが感じないということはほらわかるでしょ？自分が。
ない。そう、ないの。本当はこれやると、すごく心いいんですよ。で、赤は好きなんですよ。親星だから。赤を胸んとか、あた、こうやってみる、何も感じないでしょ。うん、そうだよ。わかる。感じなくていい。今、自分がないから。あ、はい。で、この動作を、末期期の中で一週間、入るでしょ？はい。そうすると、今やった動作が、例えば、緑がこう持っただけで嫌なの。あ、で、こう胸なんて、あ、向こう行けって本投げたくなる。あ、ね。それで、赤持ったらなんか心よいの。頭はなぜこうやってやるでしょ？おお、気持ちいいって感覚になる。はい。それがならないっていうのは、自分がないから、気の流れがないんですよ、あなたの体の中に。ああ。だから、あなたの体は、気が流れないで、物質で動いてるんです。ああ。だから、半分の力で動いてる。ああ。それが今度、気が流れたら、今の仕事が倍できる。今の仕事、半分の力でやってるんですよ。ああ。要するに、あの、物質の力で動かしてるんです、今の仕事を。そこに感覚が入ると、あの、物、あの、感覚と物質がくっつくと、あなたの発想が最高になる。今半分で動いてるんだ、あなたは。それでなんとかなるでしょ？そしたら、そこに感覚が入ってみな。もう大変だ。で、その感覚を取り戻すのは、どうしたらいいかっていうと、末期期の中に入ること。やって一週間やれ、あれ、本当だ先生ってなるよ。するとまず仕事がバッと変わってくるから。今まで感覚でやってるようだけど、それは物質でやってたの。それでなんとかこなせるっていうことは、かなり物質を動かす作用は大きいんだよね。だけど感覚は丸っきしダメなの。だから好きな女っていうのは感覚だからできないでしょ。女は好き。物質ではセックスはできるけど、好きだっていう感覚は出ないんですよ、あなたに。ああ。セックスそのものの物質はあるんですよね。それは気持ちいいっていう感覚はあるんだけど、それはただ物質の感覚であって、そこに本当に気持ちいい愛してるっていうのがないんです。自分がないから。だから、今でそれを持ったらあなたの仕事はすごくなっちゃう。だって、物質で動いてたから。それで今の物質で今の仕事をこなせるでしょ？そこにあなたの感覚が入ってみな。その倍の仕事ができちゃう。もったいないな、あなたは。神崎先生、今、神崎先生に相談をしたのは、なんか仕事が、もう3年ぐらいですかね、なんか。その、まあ、しな的なのは増えてはいるんですけど、芯とかいろんな書き物、多いんですけど、なんか、なんですかね、集中じゃない、書けてる。はいはい。で、それをまあなんとか仕事をしないといけないんだけど、仕事をしようと思っても、ちょっと、あの、そのことをしないといけないって分かってながら、ちょっと、余談なことをして、はい、自分で喧嘩してまた戻る。ちょっとまたすぐ。だから、要するに、わかる、言ってること全部わかる。物質の中で動くことは楽なんだけど、そこに感覚を入れることが今苦手なんでしょ？かもしれませんですね、もしかしたら。だから見ててわかる。だから気が入らないってこれ感覚なんだから。あ、じゃあ、例えばね、引っ張りっこするでしょ？僕が引っ張ったら多分すぐ負けるだろ。感覚で引っ張ってもあなたは感じないよ。はい。だってこれが感じないんだから、手握って力でやるとわかるよ、あなた。あ、はい。だからビターンって引っ張られるのはわかるけど、感覚でビターンってやったのはわかんないんですよ。ああ。だから相手の感情っていうのがわからないんですよ。あの、この野郎ってこう来るとわかるのね、形で。だけど、はい、これ、意外？じゃあ、この野郎！これはすぐわかるでしょ？はい。
わかんない。はい。今は感情で、この野郎って頭で考えてきてるの。うん、はい。それが読めないな、と。物質のこの野郎っていうのはわかるの。ほら、形で。だけど、はい、これ読めないでしょ。うん。だから仕事もそうなの。要するに、ガーって感覚で来るとわかるけど。相手は、ガーって体に出さないで、この野郎って来てるのが分かんないわ。この気が分からないって、それと同じなんです。ああ、そうなんです、ね。だから、仕事も半分ぐらいしか入ってこない。ああ。で、相手の感情を読めると、もっと入ってくる。ああ。だから、それには、いいかい？何すればいいかっていうと、黄色一色にして、一週間その中で寝るの。もう黄色しか考えないの。黄色、黄色、黄色、黄色。仕事をもう、まあもちろん考えていいんだけど、もうそんなのどうでもいいわけ。まあ、どうでもよくはないんだけど、一週間やれば、今までの仕事の3倍ぐらい入ってくるよ。これ本当になるからやってみなさい。川崎先生、なんか、寝るとこは枕の、ところに黄色の。そう、黄色、真っ黄色。これもずっと一週間着て。うん。靴下も聞いて。そうそう、それでいいの。それをやるの。そうすると、原点に戻れる。ああ。今も一週間、一応してきてはしたんですけど、まだ足りないっていうことですね。いや、足りないんだろうね。それは長年あなたは物質で動いてるから、その分、黄色、感覚。だから、黄色は物質なんですよね。その中の黄色の感覚を自分で思わないからダメ。黄色着てりゃいいだろうって物質を思ってるだけ。ああ。そこに黄色だよって思いながら黄色着てんのと、物質の黄色着て満足しちゃってるだけなの。ああ。そこに感覚を入れ込むの。感覚を。だから、どうしたらいいかと、頭で黄色を着ると思うんだよ。思う心が物質化現象なの。黄色を着るよって思うんですよ。あなたは物質の黄色だけ着たの。思ってないの、それを。ああ。だから物質だけだから一週間着ても形が出ない。そこ、黄色着てるんだ、思う。私は黄色。私は黄色着てるって思って黄色を物質を着てるの。ただ黄色着ればいいって一回思って黄色着てるだけなの。その間に何にも黄色思ってないの。絶えず思うの、黄色黄色。黄色黄色、俺は黄色着てんだ。だから、思う心が物質化現象でしょ？ただし、努力のみ。物質の努力はしてんの、黄色一生懸命着て。だけど、思うのがちょっと弱いんだよ。全然思わないってことないけど、黄色、うん、で終わっちゃうわけ。もう、気違いになるほど黄色黄色黄色って言い聞かすの、感覚で。そうすると、物質がそれに伴って、動いてくれる。じゃあ、もったいねえんだよね。一週間、こう、黄色着てるんだけど、そこに思い込みが少しだから、現象が現れない。ああ。それやってみて、また一週間。やっぱり物質だけだったのかも。コップも変えたり、そう、だから、いろんなものを変えるんだよ、物質で。ああ。こう、ほら、いろんな、ほら、物を対象であなた動いちゃうから、いろんなものを変えればいいっていう感覚なんだよね。あ、はい。そこで実際問題の黄色っていうのは意識してないから。あ、はい。例えばコップをこう置いたと、いや、すごい。このコップは黄色だ。これが俺を助けてくれる黄色だ。黄色ありがてえなってこう思うんですよ。ああ。そうするとその物質が生きてくるの。せっかく自分の周りにいろんなズック集めしてるけど、そのズックが、あ、グッズが動いてくんねえんだよ。思いをかけないから。ああ。わかるでしょ？はい。これ、テープにとって、YouTube で流していいかな？今全部テープ取っといた。一応、流さないでほしいんですけど。でしょ？それがもうダメなんですよ。ああ。次のステップに、例えばね、YouTube で声だけでしょ？声だけだったら誰だかわかんないでしょ？もう変な思いだけそこに行っちゃうんですよ。あー。その YouTube で広まったら私バレたら嫌だとかそっち行っちゃってる。だけど、意外、
ここで流しているっていうことは、あなたがこのテープを毎日聞くわけ。ああ、なるほどですね。はい。そうすると、僕が言ったのも、あなたこっちからでこっちに抜けてるよ。ああ。これ2回聞けるか？もう聞けないだろ、言葉は出ちゃってるから、感覚っていうのはそういうもんなんだ。ああ、はい。わかるよね？これ顔出しでこれやったらあなたってバレちゃうけど、声だけだったらいいんじゃない？それを自分の中で取り入れるか取り入れないか。ああ、はい。わかるでしょ？だから一番最初にテープレコーダーで撮るっていう感覚がまだないんだよ、あなたに。先生と話した話を、ね、物質だけ、形の物質だけで流しちゃってるの。あの、声っていうのは感覚なんですよ。わかるでしょ、はい、これは、物質と感覚が一緒に流れてるわけ、今ね。三次元で。声と、はい、声は感覚なんですよね。で、こうやって話して、こう、画面見てるのは物質なんですよ。はい。だから、感覚は逃げていっちゃうんです。だから逆にあなたが、先見の目があって、テープを取っとけばいいんですよ。私は取ってあげるわけ。はい。で、それを流されたら怖いっていう、そっちの感覚がいっちゃうんですよ。何も怖いことないじゃない。顔は見えねえんだ。声は似た人いっぱいいるじゃない？言ってることわかる？はい、わかります。はい。だからそういうふうに自分の考え方を変えるの。そうしないとあなたは全然感覚が入らないんだよ。わかるよね？だから、もったいねえんで仕事やってると、半分であなたは動いてるの。わかるでしょ？はい。あと、半分感覚が入ったら、倍の仕事ができるんだよ。大変だよ。金ボンボン入ってくるよ。今は何万、何十万か入ってるか、それはわかんないけど、その倍ぐらいは楽勝に入ってくる。だから、いかにね、自分を知る。自分はどこがダメだっていうのがわかればいいわけ。はい、で、その分かる方法は、色をどんどん切る。それでそこに感覚をぶっ込む。この一週間やってみな。そしたら、僕のページ見てるだけで、あ、多分、丹田も分かるし、こっからも気が出るようになる。で、気が出るようになったら誰か揉んでみな。全然違うから。そしたら、穴旗開け。今、いくらやっても開かない。これで。やるだけ無駄だ。時間の無駄になっちゃう。はい。だからまず原点に戻ってみなさい。はい。それは黄色を着て、黄色、黄色、黄色って自分に意識がけをいっぱい作るの。ああ、はい。そうすると、あなたの今、年いくつ？今、56です。56？ 5 年もやったら大変だ。60、まあ、4年でもいい、60になったとき、もう、ぼわーって開けちゃうね。今の倍ぐらいの仕事が入ってくる。今で言ったらね、逆につぼまってっちゃうのは、感覚取り入れないから。物質だと、あなたの物質はだんだん老化していくの。そうすると、そこに感覚で補うことができなくなっちゃう。で、そうでしょ？感覚入れなかったら、物質はどん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 老化していく。だからそれやったら伸びるんじゃねえかな。あのね、あなたみたいな人ほど伸びるの。あのね、すぐわかるってのはすぐ冷めちゃうの。なかなかわかんねえっていうのはね、それがわかった時にすごいことができる。あのね、すぐ開いちゃう人いるでしょ。あれはすぐ忘れちゃうの。なぜかわかる？できちゃうから努力しないの。できないと努力するんですよ、人間とは。どうしたらいい？どうしたらいい？それが努力をすることによって物質が動き、そこに感覚もいっぱい入ってくる。だから一回で覚えてできちゃうともうそれ以上努力しない。できちゃうから。工夫もしない。できないから工夫するの。わかりましたね？はい。だからあなたがいると私が伸びちゃう。あなたはいくらやってもわかんないから、どうしたらこの人わかるようにしようって、こういう言葉が出てくる。これ一回で終わった、あ、よかったね、はい、じゃあ、できた、バイバイってことで終わっちゃうでしょ。そうするとこういう言葉が出ないの、私から。だからあなたがいることによって私の力が2倍、3倍に上がってくる。その逆転すればいいの。
あなたが今度誰かに教えて、全然何やってもわかんない奴に一生懸命やることによって、あなたがどんどん伸びちゃう。わかりますよね。だから、まず、やることは、原点に戻って、で、黄色をものすごく意識掛けをかけるわけ。そうすれば、半年もやれば、すごいんじゃない？おそらく。はい。やってみてください。はい。できます。ありがとうございます。うん。だから、あなたが努力したらいい結果出るんだよ。それはわかるの。何やってもわかんない人がわかったときすごいんだよ。わかるでしょ？自分で何やってもダメだから一生懸命努力するってことは幅が広くなる。ところが一回でできるとこの幅なの。この幅。それができないとゴンゴン広がっていって、これが今度できる方に行ったら全部プラスになっちゃう。だからあなたが努力したらおそらく完璧になるでしょう。今ちょっと初めに聞くと、いやーこれダメかなと思った。大間違い。本当ですよ。努力してみな。すごいよ。仕事が倍にはなんと。簡単なり。だって今までの仕事半分で、形でやってただけなの。それが今度感覚が入るんだ。こうしてみな。二つ入ったらどうなる？膨らみがもっと膨らむ。だから、逆に私は見てて、ああ、これを覚えたら、感覚が入ったらすごいだろうと思ってるよ。もったいないよ、だからね。だからこうやって話してあげるの。そうね、神崎先生の TikTok をずっと見て、はい、毎日、はい、毎日、朝晩、はいはい、見させていただいてたんですけど、はいはいはい、YouTube もずっと見てましたので。はいはい。だからそれ見るのもいいんだけど、自分でほら、原点に戻って、黄色って思って、その黄色を意識掛けして、どんどん入れ込むの。黄色、黄色、黄色って。そう、入れ込むっていうことはどういうこと？感覚は入るわけでしょ？一つできれば二つできる。二つできれば三つできる。他のことが入ってくるんですよ。あなたの場合は、一つぐらいしか入らないんですよ。それが、一つが、それもできればいいけど、一回、黄色っていうものに対してあなたの考え方が、ほら、物質を集める図工おじさんになっちゃってるやつ。あ、グッズおじさんね。そこを、せっかくそれだけいっぱいグッズを広げたんだから、そこの感覚を全部いただいてみな、どうなる？大変でしょ？一つ、黄色着ただけじゃないんだから。いろんなものを周りに置いたわけ。物質を。ただ感覚が入ってこないから、自分の中でそれ動いていかない。たったそれだけなの。それをちゃんとやれば、ものすごい結果が出ます。頑張ってやってください。はい。いや、本当だよ。もったいねえんで俺から言わせれば。あと、ちょっとだね。ここでこう入ればな。いや、本当で、後でわかるよ。半年もやってる。ああ、先生、あの時言ったことその通りだってなるよ。たったそれはね、入れ込むだけでいいんだ。黄色を入れ込むだけ。ああ。今までは残念だけど、物質入れ込んだだけなんだ。それで自分が、うわ、こんな集めちゃった。これ良くなるぞ。何にも、その感覚入ってこないから。ああ。うん。やってみてください。意外これだけ話すし、意外こうやってみな。はい。ほら、ちょっとやってみて。はい。今どうかな？これでいいんですか、手は。はい、それでいいです。あったかさどう？ほら。さっきとどうかな？いいかい？どうかな？少し上がったかな？さっきより。少しこう、うーん。うん、いいさ。じゃあこれ下ろして。赤持って。
赤のボールペン持って、はい、頭撫でてみな。どうかな？あなたの感情を言ってみな。わからないです、まだ。わかるでしょ？これ答えなんですよ。なぜかわからないかわかる？赤の感覚を入れてないから。物質の赤で撫でてるじゃない？それ赤だっていう感覚を入れることによって、親星にそれが変わるの。それ赤が変わってない。ただ、あの赤だけなんです。物質だけなんです。じゃあそこでどうしようか。思い込んでみな。赤は親星で、親が頭を撫でてると思ってもう一回やってみな。感覚でそう思ってみな。どうかな？なんかもう、ありがたい、ありがたいって気持ちいい、ね。そうそう、それが感覚なんです。そうすると、赤の色が親星に変わるんです。とりあえず親ができるんです。だから親から子供に気が流れるんです。親から自分に。今どうですか？いいですか？これでいいから。これでこう撫でるじゃない？はい。それで、ありがたいっていう感覚まで自分を持ってってみな。いや、今はすぐはならない、あなたの場合は。何回かやってみな、こうやって。すると、はい、ある時にね、パッて変わるから。え？何これ？赤いいね。気持ちいいって変わるから。それは赤を取り入れるから。赤親星だっていうのを自分の脳の中に取り入れるとき、脳がカッと変わるんです。これ実験してみなさい。黄色も黄色でやって、今までいろんなズック集めてダメだったら、じゃあ今度、黄色はもちろんやるんですよ。黄色もやりながら、今度親から攻めてみな。だからこっち、ここつついてダメならこっちつついてみようっていうのは今のやり方なの。あ、はい。わかります？はい。で、ちょっと今日一日中こうやっててね、やっと変わるとこがある。あれ？これ赤、いいなと思って。うん。赤、親星だなと思って。なんかわかんないな。やめないで、また。と、どっかで、う？何これ？この赤いいねってなったら変わったとき。そしたら今までの黄色も、バーって周りのグッズがあなたに木をガーッと入れ込むことができる。そのとき、もうスタッサンスタッサンスタンって気持ちが変わってる。一つ動くとね、ガバガバって変わっちゃうんです。あれとはブロック倒しのあれでしょ？あれ倒れなきゃビーってなってますね。一つ倒るとみんな倒れちゃう。ザーって。あの現象があなたと起きるから、自分で。今まで一生懸命物質持ってきたでしょ？それからなかなか物質が感覚入ってこないでしょ？で、赤でやってみな、こうやってやって、赤がポーンと入ったと同時に、周りの黄色いもんがガーって入ってくる。驚く、うわ、すげえ、これなんだって。それがあなたに必要だから、こう出てきたの。それを誰かが教えてくれないと、あなたは一生変われないわけ。ただね、だからこういうことなんですよ。霊能者のとこ行くじゃない？いろんな案内してもらえて、こうだ、あなた見えたって体は良くなんないでしょ？霊能者は見えるだけであって、体を治す力はないんですよ。それはね、穴あたが開いてないから、穴あたチャクラ。穴あたチャクラはね、心と体を癒すことができるの。相手の心と体を。霊能者がここだけ見て、ここが見えれば霊能者になれるから。だってこうやって見ると、相手が何やってる全部わかっちゃう。アジナチャクラで見えちゃうんです。その代わり嫌なことも入ってくるから、霊能者ってみんな精神病。
ほとんどが精神科通ってます。中にはひどいのは統合失調症になってる。だけどそんなこと隠して、ね、仕事やってるじゃない。私は統合失調症って歌ったら、ね、誰か霊能者のところ行くお金払って。言わないですよ。みんな苦しんでるんですよ、彼らは。だから僕のとこみんな見てるんですよ。あのね、僕の TikTok ね、1000人は見てるでしょ、裏で。アドレス入れないで見てんの、霊能者が。で、どんな風にこのおっちゃんやってるんか、絶えず見てるの。で、僕のを見てると、ほら、楽なんですよ、こうやってやってるから。気持ちが楽なんです。だってね、僕のを見てるだけで体はどんどん良くなっていっちゃうんだよ、その1000人が。はい。だから霊的に、ほら、みんな霊的なやつは頭おかしくなってるじゃない、あの精神的にそれが見てて楽になってる。だからみんな見に行くんだよ。いや、そんなことはどうでもいいんだけど、あなたはこの赤から入りましょう。こう、なぜる。何回もなぜる。だからまず赤を導入する赤に。はい、こっちに入ってくるの必要なんだけど、入れようとしてもあなたは入らないの。感覚が入らないから。だから逆に赤に感覚入れるの。これ親星、うん、俺これ親星だぞ。こうやってなぜるの。その時、あ、親が撫でてるって思う。それは引き込んでんの。今まで送ったエネルギーを引き込む。で、ある時パッと、なんか気持ちいいなって時、なった瞬間に黄色が、わーって感覚が入ってくるから。それでスターンって人生変わっちゃう。わかりました？はい、一応、はい。じゃあ、それやってみて。じゃあ、そういうことでバイバイ。あ。またお電話ください。はい。じゃあ切りますよ。はい。あ、バイバイ。どうも。はい。ありがとうございます。はい、どうも。はい。いただきました。失礼します。はい、いいですよ。あれ？これ切れない。あ、これで切れる。